正義感からの行動だということは理解しているつもりだ。だが、組織の一員であるからには、組織のルールには従ってもらわねばならん。今回の第09地区への無許可での立ち入り及び、非正規の捜査活動とレギオンを伴う戦闘行為。これらは、明らかな命令違反だ。処分が決まるまで、この交流室に入っていてもらう。なぜあそこに？俺にも話せないわけがあるってことか。でも一つ忠告しておく。理由はどうあれ、今後はもう少し慎重に行動しろ。あまり心配させるなよ。ま、俺の方も随分心配かけちゃったけどな。でも安心しろよ、もう何ともない。それどころか以前より強くなって戻ったんだ。驚いただろう、この黒いレギオン。まだテスト段階ではあるらしいけど、再開されたプラントで作られた次世代型の試作機。あの時のレギオンの暴走を受けて、より強固な高速とつながりを可能にしたって研究所の人が言っていたけど、なんて言えばいいのか。本当に自分の手足のように自由に動かすことができるんだ。これで俺も戦える。これからは一緒に戦えるんだ。全ては司令のおかげ。あの人が俺に戦う力をくれたんだ。俺たちはただ司令を信じてついていけばいい。なのにこのタイミングでこんなことになるなんて、世話かけさせるなよな。まあでもここのところ戦い詰めだったんだろ。いい機会だと思って休息を兼ねて少しそこで頭を冷やしてろ。おとなしくしてろよ。いいな。聞こえる？プライベート回線からつないでるの。なんとかしてあげたいけど、私なんかには無理。ひとまず交流だけで済んでよかったわ。まあ体も大丈夫そうだし安心した。俺に懲りて無茶はほどほどにね。こんな時にも人の心配をするのね。ハル君はネウロンからの除隊処分が確定したみたいよ。上は彼があなたをそそのかしたってことにして全責任をなすりつけたみたいね。逮捕状も出てるっていう噂が飛び交っていて、現に彼消息不明なのよ。逮捕されたらどうなるかわからないから逃げたんだと思うけど、本部の機密情報にも勝手にアクセスしてたって話もあるみたいだし、まったく。とにかくもし彼から連絡が来たら隠さず私にだけはすぐに教えて。じゃあまた何かあったら連絡するわね。いや、通信に盗聴と逆探防止コードを仕込むのに手間取っちゃって拘束されちゃったんだね。僕が無理なお願いをしたばっかりに迷惑かけてごめん。でも君の力はネウロンとしてだけじゃなく政府からも求められているものだ。逮捕なんてことにはならない。きっとすぐに出られるよ。僕は一旦姿を消して騒ぎが収まるのを待つことにする。その間こっちでいろいろと調べてみるよ。また何か手がかりになりそうなことをつかんだら報告するから。ああそうだ、確信は得ていないけど嫌な予感がするんだ。カラスには気をつけて。いいね、じゃあまた。第36地区全域でゲート発生による大規模汚染が発生。避難指示を行い、市民の安全確保に当たってください。
ちらアリシア。イーストサイドハイウェイの高架下にホムンクルスのものと思われる巨大な卵を発見。了解。付近に出動中のネウロン隊員に次ぐ。至急現場に向かって。こちらジン。現在行動可能な隊員が各地で大量発生したキメラの処理に当たっている。悪いがすぐに応援に行くことは不可能だ。そう、仕方ないわね。どうアリシア、そっちだけでやれる？ええ、シズもいる。二人でやってみるわ。任せて。あら、大した自信ね。あっ、アリシア！アリシア、どうしたの？シズ、応答して。ジェナ君。司令、我々にやらせてください。我々？今の君なら一人で十分だろう。事態は切迫しています。この状況を打破するために彼女の力は必要不可欠です。聞いていたね。緊急事態だ。一旦君の交流を解く。全ての責任は私が負う。直ちに準備し現場に向かうんだ。汚名返上のチャンスね。頑張って。状況は最悪だ。俺は先に出る。向こうで待ってるぞ。Yeah.
到着したわね。アキラ君たちはホムンクルスの近くにいるはずよ。急いで向かってちょうだい。遅いぞ。レギオンのおかげでこの通り無事だ。一人じゃ彼女たちを守れたかどうか。俺が到着した時にはもうホムンクルスはジェナを追っているのかもしれない。その可能性は考えられるわね。こちらでも確認してみるわ。とっさのことだったから階段を派手に落ちてしまったけど、二人とも無事だ。全員無事でよかったわ。医療班のヘリが向かっているから、二人を引き渡し次第ジェナおよびホムンクルスの捜索に当たって。了解。だが急いだ方がいいな。二手に分かれよう。引き渡しは俺だ。あんたは先に行ってくれ。高エネルギー反応を捉えたわ。ホムンクルスね、メインストリートの方に向かっているみたい。ジェナの姿は捉えられていないから、まずはホムンクルスを追って。悪いんだけど他の部隊の応援は期待できないわ。ひとまず応援として警察隊が向かうことになりそうよ。
わ。待て、俺を撃たないでくれ。飛行型のキメラがこんなに力強いとは。ガハWe'll be right back.
怪我はないみたいね。ホムンクルスはメインストリートの方に出たはずよ。反応はその付近に存在しているわ。後ろよ、逃げて。抵抗しても危険なだけよ。まずは逃げることを優先して。
プロムナードを迂回してメインストリートのセーフティーエリアまで行けば体勢を立て直せるわ。さすがに入っては来られないみたいね。警察隊もそろそろ到着する。さり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 さ完了している。これより攻撃を開始する。敵から高エネルギー反応、避けろ、レーザーが来るぞ。よし、いいぞ。このまま壁際まで追い込むんだ。止まるな、走れ走れ。弾が足りなくなるぞ。近くの部隊に補給要請しろ。攻撃が来るぞ。衝撃に詰まろ。だらけで手が足りない。おい、聞いて。向こうに救護用のドローンを呼んである。そこまで頼む。もう少しだ、頑張れ。いかん、また奴の攻撃だ。気をつけろ。
ビルの側面にホムンクルスがいるわ。注意して。また周囲からデータを吸収している。早く止めないと。これ以上進化しちゃうと手がつけられなくなってしまうわ。吸収しているのか。なんか嫌な予感がする。プロトレギオン。どこまで私の邪魔をすれば気が済むのかしら。でもそれもそろそろ終わりにしましょう。チャンスを与えよう。単独での任務だ。最善を尽くしたまえ。期待しているよ、ハワード君。
反応の消失を確認。無事ね、よかった。こちらアキラ、ハーモニースクエア西連絡道付近でジェナを見失いました。了解。出動中のネウロン隊員は引き続きジェナの捜索に当たってください。アキラ隊員、君は彼女を連れて本部に戻り、司令室へ出頭するように。ヨゼフ司令からの命令よ。了解。あんたのせいで俺まで戻ることになるなんて。まあいいか。これより本部まで連行する。心配するなよ。今回の活躍できっと処分は帳消しだ。もしもの時はまた弁護してやるよ。